の担当の井上隆です。雨にも負けない、雨にも負けない、皆さんのこの声が確実に国会を動かします。与党は今日の昼間のうちもやってる、こう豪語してないですか。しかし皆さんの声が追い詰めて今日の参議院本会議も、今の衆議院の内閣審議案が終われば、この後8時半ぐらいから特別委員長の問責決議の承認に入ります。確実に0時を超え宴会、明日にさらに持ち越すことになってるんです。頑張れ頑張れ。校長から帰ってきて締めくくり総括をやろうとする、それを許さないために理事会室で夜の6時から明け方3時まで9時間与党の理事と睨み合いをしておりました。その時にもこの理事会室に皆さんのコールがずっと聞こえていた。昨日のあの採決はおよそ採決と言えるもんじゃありません。だって議事録には何一つ書いてないじゃありませんか。そして皆さん、昨日のあの採決は地方公聴会から帰ってきてやられました。私たちは公聴会で意見を聞いた、それを審議に生かすべきだと言ったら、それは締めくくり総括やってくださいと与党言ったんですよ。しかし皆さん、その総括指示すら彼らは打ち切ったじゃないですか。中央公聴会やった後に委員会質疑は一切行われておりません。そして皆さん、地方公聴会の派遣報告は委員会で行われませんでした。地方公聴会やりながら委員会で報告しなかったという例は歴史上ただの一回もないんです。皆さん、国民の声を聞くと言いながら質疑もしない、報告もしない、これほどまでに公聴会を軽んじたことがありません。これほどまでに公実人を愚弄した例はありません。これほどまでに国民の声を無視した例はありません。与党に申し上げたい、これからは国民の声を聞くなどという資格はあなたたちにはないということを私が申し上げます。皆さんのこの怒りの声を背景に、私たちもこれからまた参議院の議場に戻って、何が何でもこの意見の法案は絶対に許さない、力を尽くして何としても許さないために、最後の最後まで全力を挙げて戦い抜きます。頑張れ。